シニータはアメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身の歌手。イギリスでトップ40内に13曲を送り込むなど、欧州を中心にヒット曲を放った。母親はカナダ人歌手のミケール・ブラウン。母親が14歳の時に生まれた子供であったため、6歳まで施設で育つ。シニータは双子姉妹でもう一人のグレタは叔母のもで育ち。 お互い19歳になるまで離れ離れであった。アメリカ出身ではあるが、幼少期から生活の基盤はイギリスであった。アメリカでの人気はあまり獲得していない。1981年にミュージカル、オズの魔法使いにて、ショービジネスのキャリアを開始した。1983年に歌手デビュー。しばらくはヒットに恵まれなかったが、 サイモン・コーウェルとの出会いにより1986年、ソーマッチョをトップ1ヒットに送り込む。その語楽曲をストックエイトキン・ウォーターマンに依頼し、ヒット曲を連発し、80年代後半のイギリスを代表する歌手となる。日本でも、トイボーイが大ヒット。日本のオリコニ洋楽シングルチャートでは1988年2月8日付から12週連続1位を獲得し、 1988年の年間チャートで1位となった。以後も日本では人気を博している。トイボーイが大ヒットしていた80年代後半、無名時代のブラッド・ピットと2年間交際していた。サイモン・コーエルとは婚約もしていた。コーエルとはその後も友人として付き合いを続けており、2000年以降彼のプロデュースしている。 X ファクターなどの TV 番組にも出演している。などなど、ありがとうございます。